皆さんこんにちは。今回はね、鵠沼で3セットセッションやっていこうかなと思います。今日はね、もう夕方の5時近くの時間なんですけど、もう最近ね、日がどんどん沈むのが早くなってしまったので、残り30分ぐらいできればいいかなっていう感じの時間帯なんですけど、ちょうど今潮の満ち引きだったりとか、風もねオフシュアで良さそうなので、これから最近ね入っているピークでセッションやっていこうかなと思います。まあ、今日の波のサイズは意外と夕方サイズアップして腰ぐらいサイズあるので、形のいいオフシュアのメンツルのね波でセッションできると思います。そしてこちらのねハーウィのニューボード、前回ねすごい極小波でやったんですけど、こちらのボードもね腰ぐらいのサイズで調子がどうなのかなっていうのも試していきたいなと思います。放課後なのでキッズサーファーたちもちょっと増えてきているので、なかなかね本数多く乗るのは難しいと思うんですけど、合間を縫ってこれからサクッとセッションやっていこうと思います。Time to heal, yet still you fight with what you're told, and hold on to your scars and wounds and paths of home. And I said, ooh, what would you do if you could lose all your you could lose.
お疲れ様です。今ね、釘沼でのサンセットセッション終了しました。時間はね、やっぱり30分ぐらいしか入れなくて、もうどんどんね、日がこう暗くなるのがもう早くなってきてしまっているので、実際ね、まだまだサーフィンやりたかったんですけど、ちょうど夕方の多少ね、潮の引いた時間に少し波のサイズが上がったのと割れやすくなってきて、形のいいセッションだったかなと思います。ですけど、波の形はすごくいいんですけど、結構ね、波のパワーが全然思ったよりなくて、あと潮もね、結構上げていた時間帯でもあったので、バックウォッシュがかなりありました。なので、こう波がね、ボヨボヨしている感じで、最初のテイクオフの時だったりとかも、パドリングしてる時にこう変にね、バックウォッシュと当たっちゃって波がうまく引っかかんなかったりとか、それこそ乗ってる最中とかもいきなりね、途中でバックウォッシュで失速してしまって、最後のフィニッシュまでスピードを保てないっていうところもありました。その中ね、このニューボードでセッションやったんですけど、まあ、このボードの感触だと少しボードが軽い感じがするので、こうボード振ったりとか動かすっていう面ではかなりいいフィーリングなんですけど、実際こうスプレー出す時だったりとか、ちょっとね、ボードの重みが足りないかなっていう部分も少しあるので、ただそこら辺はね、今回こちらテストボードを作っていただいたんですけど、そこら辺ね、今後改良しながらいいボードをね、見つけていければいいかなと思います。まあ、今回ね、PU のボードで、こちらね、スカッシュテールのテールでやっていたんですけど、まあ、このボードとかになってくると、もうちょいね、波のサイズが上がった時とかに本領発揮してくるかなっていうのは思います。今日はね、オフシュアも強かったので、なかなかこうボードが降りていかない感じだったりとか、あとね、波のパワーも形は良かったんですけど、なかった分ボードがね、うまく走らせてなかったかなっていうのは思いました。そしてね、まだボードのフットマーク、足のね、跡とかも、こういうボード乗っているとどんどんね、自分の足の形がボードについていくんですけど、まだね、このボードの表面がフラットな感触があるので、少しね、そういった感覚もまだボードに慣れきってないなっていうのは思いました。なのでね、こちらのハウイのね、ボードもどんどん乗って、自分のね、マジックボードもいつか作れるようにしたいなと思います。ということでね、今回はもうね、真っ暗になってしまって、最近のね、セッションはもう本当に朝一だったりとか、夕方の30分ぐらいしか YouTube のね、動画を撮る時間帯がなくて、やはりね、サーフィンはこう予定を組んでても、その時間帯波がなかったりとか、波悪かったりとかもするので、そういった点ね、サーフィンの撮影ってすごく難しいんですけど、まあ、その中ね、うまく時間帯を見つけて少しでもやれれば、最近は YouTube の撮影もやっているので、引き続き今後もね、 YouTube の撮影もしていきたいなと思います。そしてね、来週の10月の頭から JPSA のね、鴨川の試合も始まっていくので、最終調整をね、この1週間でして、来週の大会もね、頑張っていきたいなと思います。そして JPSA の大会が終わってから、そのままね、千葉のいすみの方でサップサーフィンのね、テッドカップの大会もあるので、2戦連続でその週試合があるので、体のね、コンディションも崩さないように試合に向けて調整していきたいなと思います。ということでね、今回のセッションは以上に終了したいなと思います。それでは今回もご視聴ありがとうございました。 OK。